半分に切るとね、こうね、綺麗に。さあ、今回もババッとババゴンご視聴いただきありがとうございます。ちょっと言えてなかったですが、ちょっとじゃなかった本当ですか？自分の中では全然言えてた感じですけど、爆速ナスグラタンを作りたいと思います。今回はフライパン使いません。ババッとババご飯丸ごとナスグラタン、材料はこちら。ナス1本、ゆで卵1個、ツナオイル缶1缶、マヨネーズ大さじ1、ケチャップ小さじ1、溶けるタイプのチーズ 40g、 塩少々、黒胡椒少々。じゃあまずはナスを切りましょう。ナスを洗いまして、ナスがね、こう曲がってるので、こう曲がってる面を上にしまして、半分に切るとね、こうね、綺麗に半分に切れなかったですがじゃあこちらを切りましたら、ナスをスプーンでくり抜きます。こんな感じですね。ボウルに、耐熱ボウルに入れていきます。力なくても取れますか？取れます。普通の力があれば多分いけると思います。このさ、ナスの、はい、美味しいナスの見分け方とかってあるんですか？ナスはこのトゲの部分がしっかりと張りがあって、黒光りしてツヤツヤしてるものがおすすめですね。まあもう張りですね、要はナスに張りがあった方が美味しいナスだす。ナスだす。ナスだす。ナスだすです。で、このナス自体を器にしますんで、なるべく破かないようにくり抜いてください。くり抜きました。こんな感じです。そしてこのナスをレンチンしていきます。よし。で、ふわっとラップをしてもらって、600ワットで4分ぐらいいきましょうかね。もう結構水分がナスにはたっぷりあるので、長めにちょっとレンチンして柔らかくしていきます。さあ、しっかりとレンチンされてますね。上から取るとですね、湯気でやけどしてしまうので、下からですね、こういう風に下からめくってもらって、湯気を一回の蒸気を逃しましょう、逃がしましょう。で、そしたら熱いうちにこちらね、まんべんなくナスを混ぜます。で、ここにナスと素晴らしく相性のいいツナ缶ですね。ツナオイル缶です。おナスと油はもうめちゃくちゃ相性がいいので、オイル缶、ツナオイル缶ごと使います。で、ここにゆで卵です。これは茹でてなくてもいいので、目玉焼きでもいいです。で、コンビニに売ってるね、ゆで卵でいいので、はい。で、しっかり混ぜます。これでナスにツナの旨味と卵のコク、ボリュームが増えますので、で、しっかり混ぜたら味をつけます。マヨネーズ大さじ1ぐらいですね。これもナスとマヨネーズ相性いいので、ここにケチャップです、小さじ1ぐらいですね。で、
塩コショウで混ぜます。でこれを、まあ、今回はちょっとあのナスの半分だけに盛り付けますね。ちょっとボリューム感を出したいので、はい、こちらにたっぷりと、まあ、あの2人前作る場合はこれぐらいの量で、ね、分けていただいてもいいので、今回はちょっとドカッと映えるように盛りたいので、たっぷり1人前いっちゃいます。でここに溶けるチーズですね、これをたっぷりと乗せていただいて、はい、こちらでオーブントースターで加熱していきます。200ぐらいですね、マックスじゃなくてちょっと弱めで5分ぐらい加熱していきます。チーズに焼き目がつけば完成です。さあ5分経ちました。おお、いいですね、バッチリでございます。ナスがくたってますね。はい、こちらで爆速ナスグラタン完成しました。それではいただきます。ナスしっかり入ってますね。おー、熱いですよこれ。熱いけどうまい。うん、ナスがすごいジューシーで、うん、あのナストロットロになってるけど、この器のナスはちゃんとしっかり残ってね。で卵とかすごい、あのナスと相性いいですねこちら。うんうんうん、お好みであのお肉とかちょっとあのレンチンするときにね、ひき肉も一緒に入れたりとか、まあ、ちゃんと加熱しなきゃいけないですけど、玉ねぎもいいですね。ナスレンチンするときに一緒に玉ねぎのみじん切りとかスライスをレンチンしても入れてもいいと思いますし。というわけで今回は爆速ナスグラタンを紹介しました。よかったら皆さん作ってみてください。そしてチャンネル登録と高評価の方もお願いします。以上、ババッとババご飯でした。